皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。多分俺何パートに分けてんだろうこれ。待って、待ちくたびれたわよネビエル。私の有したアトラクションはどうだった？少しは楽しんでもらえたかしら。でもまだまだこれから、ようやっとこの宴も竹縄ってところかしらね。へえ、ようやくやる気になってもらえたかしら。いろいろと小細工を浪した甲斐があったわ。あんなレビエル倒しても何にもならないものね。さあな、私にはわからない。この後に及んで、あなたはまだそんなことをわからないんだ、リスティル。これまでに我々は一体幾年の歳月を過ごしてきたのか、それすらも定かではないというのに、私にはまるでわからない。何を言っているの？人。どこにでもいるくだらない存在だと、これまでずっと思っていた。世界。繰り返し続ける日常。ずっと永遠に変わらないものだと思っていた。生命。いずれは散りゆく定め、存在しようとしまいと、意味のないものだと思っていた。だから何を言っているの、あなたは。人間ほど愚かで、救いようのない存在などないと思っていた。だが違ったんだ。ずっと愚かで変わらなかったのは私たちの方だった。どうやら本当にどうしようもないくらいにおかしくなってしまったようね。そうだな。そうなのかもしれない。つまらないわね。せっかくかつてのあなたがいた領域にまでたどり着いたというのに、肝心のあなたがそこまで脱落してしまったのではまるで意味がない。本当に残念だわ。マクスウェルか。言ったでしょ、準備は万端。ようやくあなたを殺すことができると。前哨戦あんのかい。そうだな。決着はつけねばならんな。来い。な、使徒、あなたが？古くから、ずっと古くからの約束ごと、古の盟約を果たす時がついに来た。リステル・エヴァ・ミザンツ、貴様の死をもって、この長き戦いに終止符を。たかだか使徒一匹従えた程度。その程度では脅威にも値しない。まずは私のしもべと踊ってもらいましょうか。私に対してその余裕、随分と偉くなったものだ。その慢心、すぐに後悔することになる。私は絶対たる力を手に入れた。その顔、すぐに恐怖に歪ませてあげるわ。なるほど。とりあえず防御。ではね、あとちゃんと変えとかなきゃね。これ、活属性にしなきゃいいでしょ。これが強かったから、これはもう、いざっていう時にぶち込んでいこう。で、やってみる。OK。この程度か。いかに数を揃えたところで答えが弱ければ意味がない。全部合わせても、先ほどのレイブンの方がよほど手強かったぞ。そうね。確かにあのレイブンは予想以上だったわ。そして彼女のおかげで、私はこの力を完成させることができた。なんだと？始まりはただ死者に寄生し、意のままに動くスレイブを作り出すだけだった。寄生対象は何も人間だけじゃない。魔獣に寄生させることにも成功した。そしてその次は生きた魔獣、さらには生きた人間。自我を壊さないよう制御するのは骨が折れたわ。でもそれは必要だった。宿主の意識を破壊するようでは私の目的は達せられないのだから。自我の強い人間、意志の強い人間が必要だった。マクスウェルの暴撃に耐えられるほどの。あのレイブはまさしく理想のモルモットだった。おかげで
私はこのマックスウェルを完成させることができた。まさか、無から有を乱す能力。それがあなたも持っていない私の特殊能力。存在から力を、魔の乱す能力。それがマックスウェルの真の能力。この二つが合わさり、初めてこのインフィニティブーストが完成する。バカな。マックスウェル自らに着せさせるというのか。悟ったわ。成功法ではあなたは超えられない。このくらいの禁じ手は使えないとね。この圧倒的なマナは。想像以上だわ。この燃え盛る炎のような絶対的な力。これでようやく、我が宿願が叶う。長かったわ、リビエル。どうしたの、リビエル。この圧倒的な力の差、戦うのを諦めたのかしら。すべては、我が満身の真似だたねか。なれば、私がすべて終わらせるのが道理。何を言ったところでもう遅い。これですべてに決着がつく。これですべてがようやく終わる。そうだな。すべて終わらせよう、リスティル。この長き戦いに終止符を。これどんなもんか。こいつ風使えるから、これこのまま打ってった方がいいかもしれないな。うん、いいね。当たんねえし。なんかついたな。BGM めっちゃいいし。強い。なるほど。ここでも結構早いな。なんか呪われた？呪いが解けない。よし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 、いい塩梅で防いでる。痛いなー。わ、なんかいろいろ防がれた。防がれたし、どうしよう、大丈夫かなこれ。うん、やばい気する。やっぱりか。あ、やべ、キャラクター強かった。おまけで来るのは何なんだ。
言って。強いな。その呪いがすごく鬱陶しいんだけども、解けないしね。あ、いざという時これ使えばいいのか。あぶね。いや強い。あ、また呪われた。で、あ、ルナ呪い解けた。いや、死んだ。いや、強えな。果たしてこいつが役立つのか。この辺撃っていくか。強いな。これ強い。生き抜きですね。呪われた。くぅ。ルナの魔力を蓄えないと。うわー、まずいな。これで一体どれだけ削れてるんだろうな。うわ、マジか。何が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 、すげえ撃ってきてる。うわ、もうこの二人しかいねえのか。
いけるかこれ、大丈夫か。手数がやべえ。いや強い。攻撃反撃すぎでしょう。行動が早すぎる。頼む。まだか。あ、サシャ勝った。うわ勝てるんだ。くっ、強かったな。終わりだリスティル。黎明の時より続くこの戦いも、お前の物語も、すべて、エビエル。さよならだ。